はい、皆さんこんにちは。これまで偉人や名言の本を50冊以上出版してきました偉人研究家の前山智之です。この前山智之の偉人チャンネルでは偉人たちの知られざる素顔や心に響く偉人の名言についてお送りしたいと思います。前回ですね、少しお話しさせていただきましたけれども、ある YouTuber と言っていいのかなの方に、本を紹介してもらえるかもしれないという話を少ししたんですけれども、この度、無事に、動画がアップされました。中田敦彦の YouTube 大学ですね、チャンネル登録数435万人というですねすごいですよね。オリエンタルラジオの中田さんが、私の本のですね、天才を育てた親はどんな言葉をかけていたのかってですね、いわゆる偉人たちがどういった言葉をかけて、親にかけられてですね、育っていたのかという話を教育評論家の親野先生とコラボして書いた一冊です。ぜひですね、動画をご覧になっていただいて、ご興味ある方は、読んでいただければなと思います。さすがね、うまいですよね、中田さんね、紹介が、しっかりですね、本 の、 あの特徴を踏まえた上で、この本に込めた思いもですね、汲み取っていただけたので、すごくいい動画だなと思ってですね、私も思わず見入ってしまいますけども、しまいましたけれども、2回分アップされるみたいで、今1回分アップされてますので、ぜひご覧になってみてください。中田さんはあれですよね、ボイシーもやってますよね。はい、はい、そんなわけでですね、今日もやっていきたいと思いますけれども、この前山智之偉人チャンネルではですね、できるだけこう偉人とか歴史の話をですね、皆さんの生活に生きる形で、このまさにこの天才を育った親はどんなことを挙げていたのかっていう話もそうなんですけども、じゃあどうすればいいの私たちはっていうところを含めてですね、実践的な内容でお話していきたいと思いますので、ぜひフォローの方よろしくお願いいたします。今日はですね、今回はですね、仕事の量と質というテーマでお話したいと思います。では最後までお聞きください。よろしくお願いいたします。すいません、今回のテーマは、仕事の量か質かというテーマなんですけども、私自身は結構仕事は、どっちかというと量、完全に量ですね、量産するタイプでして、本を、50冊以上今まで書いてきてますから、やっぱアウトプットすることによってインプットするというタイプなんですよね、僕は。なので、こうやってボイシーとかの発信することで自分の頭を整理したりとか、そういうことで、インプットしているという部分があるんですね。なので僕はどっちかというと仕事は量によって質も変わっていくんじゃないかというタイプですね。で、私と同じってちょっとおかましいですけども、仕事の量を重視タイプとしては僕は田中角栄が挙げられるかなと思いますね。これは第64代内閣総理大臣なんですけども、54歳の若さで首相の座についてるんですよね。しかもやはり角栄で特筆すべき点というのは、やっぱ農村出身はかなり低い学歴だったということなんですね。なので今大公とかですね、庶民宰相というふうにね、今大公の大公は秀吉大公の大公ですけれども、そうやってもてはやされたわけです。で、角栄の言葉っていうのは今ね、 YouTube で見ていただいて演説とか聞いても分かるんですけど、とにかく分かりやすいんですよ。だからどんな立場の老若男女をとっても筋道の通った話をしてるんですよね。だからすごくこう思わず聞いてしまうっていうところがあって、で、角栄のその仕事の量をいかにすごかったかってことを表すエピソードとして、とにかくですね、来客がですね、いっぱい来るわけですよ、この各園のもとに。もちろんね、で、その時に、政治家だろうが財界人だろうが、よほどのないことがない限り、たった3分3分以内にイエスかノーの結論を出したそうなんですよ。これすごくないですかね。マネジメントやってる方によると、私なんかそうでしたけど、本当に部下のちょっといいですか問題ちょっといいですかって長えんだよこれが。いや、今日約束あるんだけなと思って、だいたい私6時半定時だったんですけど、前の会社が、今はフリーランスやってるんであれなんですが、6時ぐらいにちょっといいですか来ると定時に上がれないんですよね。あんまり定時に上がってなかったけど、用事があるときは上がるじゃないですか、飲み会が。だいたい僕6時半に品川出てたんで、飲み会はだいたい8時新宿ぐらいにしたんですけど、6時にちょっといいですか来ると遅れることがあるんですよね。だからこれ並大抵のことじゃないと思いますけども、角栄はイエスノーを3分以内に出したと、そして伝えたと。で、秘書にですね、もう少しじっくり聞いてやればいいじゃないですかって言われた時にですね、答えた角栄の言葉っていうのが、これすごい言葉なんですよね。どんな話でもポイントは結局一つだ、そこを見抜ければ物事は3分あれば片付くですね。ポイントは結局一つ、どんな長い話だってもね、だからそういったことを見極めてですね、毎朝1時間余りの陳情にですね、200人400人って来たわけですよ。1時間に200人400人相手できますか。個人団体が明治堂の田中支店を押し寄せたんですけれども、閣議はそれを次々さばいていったと、まさに量をこなした政治家ですよね。で、スピードです。やっぱり量をこなすってやっぱスピードを重視するとですから、これもまさしく私のと相性がいい仕事実かなというふうに思いますね。スピードを重視した閣議はですね、すいません、今のピンポンになりましたね。スピードを重視した閣営は、決断と実行をスローガンに、日中国交回復ですね、日本列島改造で強烈な存在感を示すことになります。これだけの、仕事量をやっていた、多分ね、おそらくなんですが、閣営はやっぱり学歴がなかったんで、やっぱり人より
やらなきゃいけないって思いが強かったんじゃないかな。うん、なんかそういうのはちょっとわかる気がしますね。私の場合はあまりこう器用な方ではなかったんで、もともとは。だからまあ一人早く始めて、結果なんかね量をこなすってことがね多かったですけれどもね。はい、田中君はそんな政治家でした。では質はどんな感じですかね。質をと重視した政治家についてお話したいと思います。それでですね、まあ、各栄がそうやってスピードを重視して次々大規模砂漠一方でですね、まあ、質を重視した政治家というのがですね、私の好きな大久保利通ですね。大久保利通はまあ私今東洋経済オンラインですごく連載をたくさん長くやってまして、まあ私どうしても好きなんでね、すごく時間がかかっちゃってですね、まだ15回ぐらいも経ってるんですかね、毎週書いてますけど、はい、ありがたいですね。で、大久保利通のことはすごく好きなんで尊敬してるんですけども、まあ、なぜ好きか、なぜ尊敬するかというと、私と全く違うタイプだからですね。まあ、同じだなと思うところもあるんですけど、ただ現実主義であったりとか、少しでも物事を改善していくとか、すごく共感して、すごく私と同じです。同じですとか言っちゃっていいのかわかんないけど、すごく共感できます。ただですね、大久保利通は私とは違って、かなり慎重で、仕事の質にこだわった。というふうに言えるのかな。もちろんまあ量もすごくこなしますけれども、一つ一つ慎重に吟味したという意味では、まあ、少なくとも各家とは対照的と言えるでしょうね。でですね、大久保利通ってなんかこうって冷たくてなんかこう一刀両断というイメージあるんですけども、実はですね、どんな相談を受けてもですね、すぐに否定しなかったそうなんですね。なのでですね、まあ、例えば次男からなんか相談されて、まあ、中国へ留学して漢数記を学びたいっていうふうに話された時もですね、こう言ったらしいんですよね。まあ、それもよかろう。しかしまあよく考えたらいいだろう。これ実はですね、こう頭ごなしに否定しなかったっていうのは別に大久保小煩悩だったからじゃなくてですね、結構相手が部下でもそうだったらしいんですよね。いろんなこう例えば部下がですね、もうある部下が 2,3 時間にわたって議論したらしいんですよ、大久保利通と。でその部下が話し尽くすと、大久保はそれだけですか、 2,3 時間にわたって聞いてそれだけですかって言えるのはすごいですけど、高崎で相手がですね、あそうですって言うと、こう言ったそうですね、あなたの意見には良いところもあるが、また良くないところもあると、よく考えましょう。やっぱりすぐ決断出されるんです。各家は3分ですよ。各家は3分でイエスの消えるんですけど、大久保利通は 2,3 時間聞いても、まあよく考えましょう。ね、これも相手が拍子のけするんですよね。で、ここでも、ここでね、まあ大久保がするんですよ。ここで反対意見出しやり込めても、まあ相手としてはなんか言われたっていうだけ残っちゃうじゃないですか。だからとりあえずスッキリさせて、そしてまあよく考えよう。決して反対しなかったわけらしいんですよね。それがやっぱすごいなと思って。で結構ね、それによって部下がよく考えた結果やっぱやめますとかもありますからね。まあよく考えましょうっていうことで、脳ではなくよく考えようっていうのがね、大久保利通だったというふうに言われてますね。はい。まあそんな大久保利通がですね、ある時部下に対しても大久保利通はすごく呼び捨てもすることもなくてですね、丁寧だったんですけども、ある時すごく叱責したことあるんですよね。でどういう時かっていうと、部下がですね、ジョンスというですね、アメリカ人を雇おうとしたらしいんですよ。そうすると大久保から許可をもらったんです。雇っていいですか？あ、いいよ、わかった、いいよと。ただいざ雇おうと思うと、まあ、雇用までするのは、まあ、あんま良くないんじゃないかっていう風に意見が変わったんですよ。まあ、これよくあるじゃないですか。よく調べたらちょっと違いましたみたいなことってあると思うんですけど、そういう気で大久保さん怒りまして、そんな不詮策なことがあるかって、ね、不詮策で詮策が不十分言っと激怒してですね、で一度やろうとしたことを変更されることをかなり嫌ったそうです。まあ、これは結構わかる。私自身は変わりますけどみたいな。よく変わる人っていますよね。だから、これに対して、まあ、大久保のことをよく知るですね、前島密かってですね、まあ、郵便制度を取り入れたことをよく知られてますけれども、よくこういうふうに言ったらしいですね。大久保のことを覚えたわけですよね。よく人にも測り、人の言を入れた人で、まあ、よく人に相談して、人の忠告も聞き入れたけれども、一言を断裁するのも念には念を入れる流儀だったと。一個決めるのにもすごく念には念を入れた。ただ採決した以上はもう何事が起こっても気が迷うの躊躇するところはなかったと、ね、一回決めてしまった場合はもう迷わないってですね。まあなかなか難しいですけどね、なんか状況に応じては変更した方がいい場合もあるんじゃないかという気持ちはなくもないですけど、まあ、大久保の場合は、まあ、原則的にはそういうルールをのっとってことによって、大久保さんは一度決めたことをやるんだなと、まあ、こういうブランディングも大事ですよね。もうこの人一回決めたらもうやるから、ちょっと慎重に持っていこうぜと、もう決めちゃった場合に後で変えたらと大変になるのかなというふうにね、部下の方分かりやすい指示になるかなというふうに思いますね。まあちょっとね、田中角栄と大久保っていうかなりですね、異質な政治家ですけども、時代も違いますから、ですけども、結構仕事のやり方は正反対。で、かつ残したものはすごく大きかったってことですよね。で、大久保の場合はこれで、決めた後にコロコロ変えちゃダメですよね。大久保の場合はこんだけ時間かけてるわけだから。角栄の場合は逆に変えてもいいかもしれないね。早く決めてるから。だからそのどっちかかもしれない。角栄みたいに一回決めちゃって、あと臨機応変対応するパターンもあれば、
私どっちかそっちですね。で、大久保みたいにもう決まるまで時間がかかるけど、決まったら実行すると。だから2人ともすごくたくさん仕事できたかなというふうに思いますね。うん、だから量と質って一概に、まあ、今回はテーマで言って一概に言えなくて、まあ、それと重視した後にどういうふうな対応を取るかと含めての仕事のスタイルかなと。まあ、量を重視するタイプだったらリカバリできるように、質を重視するタイプだったら、その後はもう振り返らないと、これキリがないですからね。うん、そういうこと大事かなというふうに思いました。はい、今日はそんな量と質の仕事の話をいたしました。はい、皆さん今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ですね、コメントもいただきましてありがとうございます。もぐら父ちゃんさんから、誰もが知る YouTuber 誰だろう、めちゃめちゃ楽しみにするってことで、まあ、一応前回の今日は良かったことはこれ、西郷さんやゴッホが歓喜した意外なことという放送で、今回の永田敦彦さんの YouTube 大学で紹介されるというようなお話の少し、振りというかしましたので、こういったコメントをしてくださいました。そして僕も愛読している書籍を多くの方に知ってもらえたら嬉しいですねってことはね、本当にね嬉しい言葉ですよね。もぐら父ちゃんさんはツイッターもやっていて、ツイッターに前はともかく偉人チャンネルをプロフィールに入れてくれてるんですよね、好きなチャンネルとして結構ね、マニアックなプロフィールでありがとうございます。実はですね、僕はボイシーってずっとやってて、いつからやってたんだっけな、昨年の春ぐらいからですかね、やってらしていただいていて、途中ねちょっとね更新ずっとしてたんですけど、途絶えたことがあったんですよね。ちょっとなんかあんまりフォロワー数が伸びにくくなってきていてということもあって、まあ、これぐらいが限界なのかななんて思って、仕事も忙しくなってきたんで、ちょっと止まっていたんですね。そしたらもぐら父ちゃんさんがツイッターからやってきてくれてですね、チャンネルもう更新しないんですかって言ってくださってあ、聞いてる人いるんだと思って、じゃあ聞いてる人いるの分かってるんですけど、あ、楽しみにしてくれてる人はいるんだなと思って再開したのが、多分フォロワーにはもうね250人ぐらいの時に一回壁があったんですよね。で、今は本当に530人ぐらい、倍以上増えてますし、今もどんどん増えてるんで、あの時本当辞めなくてよかったなと思いますね。うん、すいません、本当に辞めるつもりなかったんですけど、あの時ちゃんとコメントをいただいて、尻を叩いていただいたおかげで、こうやってコンスタントに発信していったのもね、もしかしたら何かのきっかけになったのかもしれませんよね。ありがとうございます、本当に。聞いてくださる方がいての放送なので、またね、いろんなコメント、また私が更新しなくなったら、ぜひ皆さんコメントとかですね、ツイッターとかインスタとか、いろいろ私やってますので、追いかけてきてください。はい、YouTube の方もね、やってますので、ね、中田さんに紹介されて、YouTube のチャンネル登録者数増えましたね。はい、ありがたいですよね。はい、カズさんもありがとうございます。昨年の大河ドラマのキャスト、井伊直輔の岸谷五郎さん、最後はこの博多大吉さんで、そのシーンを見てかったですねってことで、人の死で喜ぶってかなり不謹慎で炎上しそうですが、これ西郷さんのね、エピソードを紹介したところでですね、放送でこういったコメントをいただいてますね。あ、そうそう、その後に訂正コメントで、最後高森を演じたのは博多大吉さんに博多花村さんの方だったんですね。これちょっとややこしいんですよね、私もよく間違えます。よかったですよね、最後高森役、私も結構言葉が自然でよかったかなと思いますね。まあ、体格はあんまり似てなかったですけど、なんか、まあ、こういったものをね踏まえた上で見るとまたちょっと変わってくるっていうのは確かにありますよね。他人から言われて嬉しい言葉っていうことから、自分の適性個性といったことを認識したりとか、新たな自分を知りたくなりそうですねということで、これ本当におっしゃる通りで、まあ、今回のね中田さんが紹介してくれた天才を育てた親はどんな言葉をかけていたのかっていう名言集も、実はですね言われた言葉に着目してるんですよね。このね特徴がなかなか伝えづらくて、中田さんすごく、ね、うまく伝えてくれてね、非常に嬉しかったですね。名言集っていうのはね、偉人が発した言葉に着目していて、それももちろん意味があるんですけれども、偉人がどんな言葉を言われて育ったのかっていうことに着目した一冊です。なかなかこれまでなかったんじゃないかなと思っていて、まあ、そんなにね売れてなかったんですけど、まあ、今回ね紹介していただいて、 Amazon でも在庫なくなりましたんで、まあ、そこそこ広がっていくのかなというふうに、まあ、半分期待しつつ、まあ、なかなかそんなにうまくいかないのもよく分かってますので、昨今の、ね、出版事業ですからね、ぜひご興味ある方はご購入いただけると、また今後の、ね、活動につながっていきますので、よろしくお願いいたします。コメントありがとうございます。今日はですね、そんな形で仕事の量と質という話をいたしました。まあ、偉人たちもね、やっぱこうやって分かれていたってわけなんですよね。今回はね、田中角栄と大久保利通という政治家に絞った話をしましたけれども、ピカソなんかもすごく大量のね、絵を描いてますし、まあ、一方でね、少ない画家がいたりとか、まあ、あと小説家なんかもそうですよね。たくさん作品残される方と、ほんの少ない作品で、ね、一級入魂じゃないけども、それで、名前を残す方と、まあ、どっちでもいらっしゃいますけども、まあ、これって結構でも皆さんもそうじゃないですか、仕事って量が質かって別に選べなくないですかその本人の性格っていうか、
あの量をこなそうと思ってこなし、まあ、量をこなそうと思ってこなせる人はいいんですけど、やっぱり 量をこなす人ってやっぱり質がどうしてもね、ちょっとあの、まあ、当然両方伴うケースもあるとは思うんですけど、まあ、そのバランスっていうかな、まあ、質にこだわりすぎて本当に出せないっていうことも結構あったりとかして、まあ、特に出版の場合多いですよね。本当にこだわり始めるとキリがないっていう部分もあるし、本当に最近の歴史本なんかいうのも読者の方が書きで詳しい場合が多いですからね。まあ、それはもちろん書いてること全部詳しいことはないと思うんですけど、例えば全部の章があって、あの一章が織田信長とすると、織田信長がむちゃくちゃ詳しい人っていうのはある意味いるわけであって、まあ、その辺のいろいろ考え出すと本当に全体のバランスもおかしくなってくるんで、まあ、ほどほどのところでですね、まあ、そこでバランス見ながら、程よいタイミングで程よい質で、お届けするということが、いろんな歴史のビギナーとかですね、いろんなお届けられるコツなのかなというふうに私自身は感じています。まあね、いろんなジャンルで仕事の量と質っていうのは本当に永遠のテーマだと思いますし、多分ね、皆さんもお聞きになっていろんな方具体的に、 あいつ確かにたくさん量してるなとか、あいつ遅いけど、まあ、質はいいんだよなとかね、ありますよねきっとね、そんなふうにあのいろいろね照らし合わせて、じゃあこんなふうにアドバイスしてみようとかね、あるかもしれませんし、まあ、歴史からね学ぶことって非常に大きいですので、ぜひ今後ともこのチャンネルよろしくお願いいたします。そしてですね、今泣ける日本史という本を文教室さんが出てます。日本史の本も書いてますし、あと何かと人間臭い徳川将軍って、ね、リーダーシップの多く説いた人間史関係の本です。これもねどっか取り上げてくれるといいんですけどね、すごくいい本だとは思うんですが、まあ、そんなに届いてない感じがします。まあしょうがないね、これはもう諦めてますが、はい、まあ、届く方に届けばいいなと思ってます。この音声もそうですけどね、まあ、あのゴッホもそうですけど、あの、まあ、いろんな人、万人に伝わることが全ての価値観じゃないかなというふうに最近は思ったりもしています。はい、そんなことで、またですね、これからもこのチャンネルでいろいろお送りしたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。ぜひチャンネル登録の方していただければ嬉しく思います。いいねコメントの方もお待ちしております。はい、では今日も良い一日を過ごしください。偉人研究家の前本真由紀でした。